損害加入じゃダメね。損害保険でこのままずっとですね。でも高速だと横 G がかからないんで、カメラは安定しません、ね。元はここちょっとその関係ですごい元がなってると思いますけど。R400 だと直径400メートルの円の大きさになるようなカーブってことですよね、確か。パックなるので、怖いね。登りながらのカーブはね、自然とスピードが落ち気味になるし、いいですけど、ブレーキ踏んでも、効きますからね。下りは逆に怖いですからね。ここはまた風強かったらやばそうなんですよね。景色はめちゃくちゃいいよ。動物注意とか、ノーマーとか山の下からね、来ることあるのね。さあ。なんか、だいぶとそたる。あ、これ、カッパラトンネルだったもん。カッパラ狙いだ。カッパラトンネル。サッパが出そうだ。カッパラ、イェーイ。カッパラ、フー。トンネルばかしで、ね、景色的にはあれですけど、これ下道だと本当しんどいところですからね。おーや、南トンネル。おやおや。で、その先に見えてくるトンネルが、南で2.5キロ、まだまだ先だね。おや、来たトンネル。親が来たんじゃなくて、鳥が来てましたけどね。わーい、山の中。さあ、山の中。スズメガサケもあるけど、まあ、ここは先に、そっと来ましょう。目立つ。南インターなんだ。インターの出入り口がトンネルになってんだね。へえ。面白い構造だな。もう無理やり切り開いた感がすごいですね。え、トンネルで合流して、あれしてんだ、離国してんだ。不思議な構造ですね。じゃあ、ここ長良川なんですよね。だいぶ上流の方ですけどね。ここまで来たら川幅もね。まあ見えないですけど。ここは、それでも大丈夫だし。福部ヶ岳は、そのまま行きましょう。まあね、福部も読めないっすよね。ああ。コードにやられる、耳が。あれですね。こう絡まる方のコードじゃなくて、高さの方のコード、ちょうどですね。山田トンネル。
そう。いや、やっぱ山田トンネルは綺麗だな。なんか、他のところと比べて明るいよね。さすが山田だね。まあ、単に多分短いから、暗さの調整の兼ね合いで、明るく見えるように作ってあるんでしょうけどね。で、カノトンネル。意外と風があって、まあ、ほら、風ね。風ね。言うて評価だけ。あと水多いわ、やっぱこっちの方も。おお、川の水だ。で、これは貝付きトンネル。うん。あ、どうもね。どうもね。とは、ああ。おお、タクシー使ってきてる。タクシー的にはどうなんでしょうね。高速でがっつり移動するお客さんってありがたいのか、どっちかというと、ちょっと、疲れるわ、ね、戻らないといけませんもんね。でも、売り上げ的には高速でビヨーンって、ちょっと遠出する人の方がやっぱいいのかな。まあでもよく、初乗りだけだと、みたいな話があるってことは、距離が長ければ長い方が、うんちゃん的にはいいのかな。その、儲け的には。その間連続でずっと、チャリンチャリになりますもんね。どんどん来てくれ。どんどん山の中だ。さあ、寺はもっと飛んでる。どうしよう。アブディは行ってみろ。アブディか。アブディか。まあ、九条八番だもんな。さあ、来た。ひななり第一トンネル。わあ、乗せてるわ。どこまで行くんでしょうね。そこを行ったこと相当ありますよね。さっき九条八番行ったかな。それでも結構、タクシー移動としては相当ですよね。厳島トンネル。まあね、厳島で亀尾島って書いてね。厳島ね。なんかトンネル名だけでキャラクターの名前でも付けれそうですね。結構トンネル、高速のトンネル名って変わった地名のとか、細かい山の名前取ってるんで、何その読み方みたいなの結構ありますもんね。ちゃんだ当たっちゃったお上発まで出るのかな。さっきのやつはさあうちの身から6出張天草が飯食ってたねな、うん、周りの景色はすごいっすよ。今日水量多いね。今日川が見応えありますね。じゃあ、雨も昨日の途中、あれ、昼過ぎぐらいまでだったんで、そんなに濁流にもなってないんで、見た目も綺麗ですね。何が怖いって、これが JR の駅訪問の動画ってのが一番怖いですよね。鉄道様子ゼロだもんな、今回。でもせっかく行ってあれするんで、何かしらちょっと貢献できるようなことができるんで、やっぱ、まあ、道の駅のところになんか、その鉄道のね、関連のグッズとかが売ってるんだったらね。あれです。ワンチャン乗れたら、ちらっと乗っても見たいけど、ちょっとあるんだよね、あそこ。メンパとか取締りとか中さっきから結構走ってますよね。これを降りて見る人いるんだもんな。大変だよな。大関トンネル。大関か。なんかプラプラってことね。
LED のショーとか書いてあるか。また、今度ですかね。あざぶれちゃいしますね。ヤマト、まで、これちょっと。で、これは、漢字トンネル。神の道、すごいトンネルですね。ちょっと暗くなったよね。夜に向けてだんだんとライトの照度を落とすらしいですけど、もしかしたらそのタイプだったのかな。LED の熱の数が減ってる気がしますね。さあ、岐阜大和インターが、あと600キロメートル。